登山者しか行けない温泉、白馬槍温泉は、白馬槍ヶ岳中腹の標高2100メートルに位置する。人は、主に山奥やかつては、陸の孤島と言われたような交通の便が悪い場所にあったり、古来生者や、主権者などの隠し湯など、ひっそり人知れず、卑怯の地に流出する温泉のことを指す。人とは1975年頃に作られた造語で、公安者は、 日本人を守る会の設立を提唱した岩木123である。彼は1965年に株式会社朝日旅行会を創業。昭和40年代半ばは温泉イコール観楽地が全盛の時代、旅を味わうものとはほど遠かった。その頃、彼は戦後の引き上げ船から見た古国、国破れて3がありの万感の教習を胸に秘め、 一人になって人間を見つめ直したい、そんな思いで山の中の静かな温泉宿を求め全国を巡り歩いた。そうした旅の実体験と思いをきっかけに不便な山を歩く旅と素朴な山の温泉宿を通して旅本来の姿を知ってもらおうと1972年に人を歩く会を作ったのがそもそもの始まり。山歩きしなくてはたどり着けない奥地や 陸の孤島だったような交通の美の悪い場所にある温泉宿、山奥の杜氏場、豪雪などで半年しか営業できない山の温泉。主限者やかつての藩主の隠し湯などひっそりとして素朴で人に知られていない、秘められてきたような卑怯に流出する温泉を略して命名したものである。彼が秘湯という言葉に込めた深遠な思いは日本秘湯を守る会のガイドブック。 日本の秘湯の序文、秘湯を探しての中に今も残されている。北海道の原生林の中の渓流沿いにポツリと露天風呂が点在する鹿の湯古くから山奥のひっそりとした温泉を求める温泉愛好家は数多く存在したが、その傾向が大衆的に強まっていったのは戦後高度成長期以降である。温泉宿が社員旅行の旅行先として使われるようになり、 有馬、マ、海、別府などに代表されるような大温泉地が、陥落地化するにつれ、素朴な湯治場の雰囲気を温泉を求める温泉ファンは、喧騒から離れた壁地や小規模な温泉へ足を運ぶようになった。人という言葉も、この頃から用いられ始めたとされる。この当時、漫画家である、杉義春がしきりに、壁地のひなびた、温泉地、湯治場へ足を運び当時の温泉や、 当時場の雰囲気を多くの作品や旅の絵などに刻印している。また、多くの人をファンに、杉野を及ぼした影響は大きい。1980年代に入ると、人ブームとなり、巨大な温泉宿や、歓楽街を有した、温泉地よりも山奥の素朴な一軒宿を好む、傾向が強まる。ブームにより、人の大衆化が進展し、素朴さが特徴であった宿にも快適装備が、 設けられるようになり、俗化が進んだ。現時点では、長距離歩かないと、本来の意味での秘湯にたどり着くことは容易ではない。標高2100メートル、徒歩約13時間の高間ヶ原温泉。何をもって秘湯であるとするかは議論の余地が残されているものの、アクセスが困難な秘境らしい環境の温泉を、試みに列挙する。いずれも登山装備を要する。 人を名乗る上での規制はないため、人は自称することが可能である。もともとは、造語、人の生みの親である、いわき123が創業した、株式会社朝日旅行の内部団体であった、日本人を守る会が、人ブームの源となっている。日本人を守る会では、宿が入会申請し、審査や視察が行われる。会として、独自の、 人をその他の基準や要件を満たし審査を通れば、加盟する人をの宿として承認される。かつては、自然も豊かで開発の手も届かない辺境の田舎の当時場だった宿や、除雪できないほどの豪雪地や、道路などが、冬季封鎖され、半年しか営業できない山の温泉宿などが、ほとんどだった。国立公園や国定公園、自然公園などに立地していたり、 登山基地となって命の取り出になる温泉宿も多い。しかし、人らしかったところが時代とともに改築や自動車道路の開通等により、王子の人のイメージが薄れてしまったところもある。しかし、温泉や自然を保全し、人の文化や歴史を守っていく後、継手としてかつまたその探求者としての意義もあり、会員資格はそのまま継続になっている。 1975年当時は団体ツアーや娯楽観光ブームの時流に乗り遅れた感のあるひなびた温泉イコール人と言われることを温泉旅館自身が好まない風潮だった。そんな中、1982年に日本人を守る会の冊子、日本の人をがテレビ朝日の目に留まり、昼間の番組に人をが取り上げられ、次々とテレビを中心に人ブームが起こった。 そうして、人という言葉が浸透するにつれて、一般的なイメージが形作られ、旅人もより人らしさを探求するようになった。人が旅先になる時代になり、温泉旅館も人を好んで名乗るようになった。日本人を守る会、ありがとうございます。